こんにちは、皆さん、キリトです。今日はレミオロメンの3月9日という歌の弾き語りのねコードの方をね教えていこうと思います。さあ、まず最初はウクレレのチューニングが合っていることを確かめてください。合いましたか？では始めていこうと思います。まずコードが、今回4つ存在しますので、それぞれを簡単な順にね教えていこうと思います。まず最初 C です。一番下の弦の3つ目のフレットですね、押さえます。2個目のコードが Am です。 Am はこんな感じですね。中指で一番上の弦の2フレット目を押さえます。次のコードが F ですね。人差し指で1フレット目の下から2弦目ですね。で、中指で2フレット目の一番上の弦を押さえます。さあ、次のコードは G ですね。このコードは人差し指で2フレット目の下から3つ目の弦、中指で2フレット目の一番下の弦で、薬指で3フレット目の下から2個目の弦を押さえてください。これが G です。で、最後 Em ですね。これなんですけれども、階段を作ってくださいね。人差し指で2フレット目の1弦目下からね、中指で下から2弦目のこれですね、3フレット目で、薬指で、下から3個目の弦で4フレット目を押さえてくださいという音になるはずです。さあ、これが全てできたら、歌に入りましょう。すぐ弾けるように短いバージョンにまとめましたので、下にリンクがありますので、そこから、シートの方をダウンロードできます。はい、それを見ながらやってもいいですし、このままここにコード出しますので、それを見ながら弾いていただいても結構です。では行きます。流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくす「あなたにとって私もそうでありたい」いかがだったでしょうか。今回カバーした最初の「流れる季節」のところと「瞳を閉じれば」っていう2つのところですね。バースと、コーラスの部分両方とも押さえたので、これを使えば全部の曲が弾けます。全部弾きたいなっていう方は、3月9日コードと調べればね、いくらでも出てくるので、
弾いていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。